明日は全国的に雨ということになりそうです。まずこちら見ていきたいと思います。明日の朝の天気図ですけれども、このように北海道から九州北部に伸びる寒冷前線が西から東へ進むということで、日本は前線が通過をすることによって広い範囲で雨ということになります。この前線に向かって南から湿った空気が北海道方面まで流れ込むということにもなりまして、雲の活動も活発、そして夜になるとですね、北海道方面前線東に、抜けていきますけれども、東日本前線通過するためにほぼ全国的に雨ということになります。雨雲の動きを、細かく見ていきますと、午前中は北海道や東北地方、に雨雲かかります。そこから伸びる前線が九州、中四国、西日本中心にかかっていくということになります。時間進めていきますと、前線そのものは東に進んでいきまして、午前中は西日本、北日本中心だった雨が午後になりますと、東日本に、雨の中心が移ってくるということになります。そして夕方以降は関東地方でも、かなり強い雨というところが出てきそうです。このように前線通過のタイミングでざっと強く降りますので、雷を伴って、激しく降ると、ところによってはあられといった、状況となるかと思います。天気が急変する恐れがありますので、最新の情報をこまめに確認していただければと思います。明日は全国的に雨ということになります。天気も雷を伴ってあられなど激しい現象があるということになりますので、足元に十分注意していただければと思います。